ちょっとこれ大きい記事なので簡単にちょっと概略を説明するぐらいにしたいと思います。このオピニオン記事で有事を読み解くっていうシリーズで、これ6回目なんですけど、ちょうど今回が中国は台湾を取れるのかという軍事シミュレーションの結果が書かれています。この分析によると、これアメリカのシンクタンクの分析なんですけども、中国は今ね、本当に水上艦艇で人員を輸送してね、上陸作戦を敢行して、そして陸上部隊を動かして、あの台湾を軍事制圧すると、例えば沖縄戦みたいな感じでね、上陸作戦、そして空挺もあるかもしれない、そして陸軍が動いてですね、島を制圧するという、そういう作戦は多分やらないだろうという見方をしています。なぜかというと、強襲揚陸艦が足りないんです、今の状況では。実際にだって台湾全部を制圧するわけですから、それは5万10万の兵員じゃ無理ですよね。何十万人、もう50万人100万人というですね、兵隊を上げないとこれ勝負にならないですから。じゃあそんなね、何十万人もの兵員を輸送する能力があるかというと、ないんですよね。そうすると、じゃあ中国が台湾有事で台湾に実際軍事的な、ね、攻撃を仕掛けるとしたら、どういう手法があるかということを考えた時に、潜水艦を動員して台湾を孤立させると。台湾周辺の制海権を中国が抑えて、商船とか外国の軍艦とか一切通れないようにしてしまう。中国の潜水艦がわーっと行ってね、その海域は封鎖すると、まあ、ここは中国の海域だと。もし船が入ってきたら、どんな船でも撃沈するというふうに、何十隻もの、まあ実際60隻ぐらいのね、潜水艦を使って封鎖するというね。まあ大阪夏の陣とか冬の陣みたいな兵糧攻めみたいな感じですよね。そうすると、結局武器弾薬兵器を使わずに、完全に台湾を孤立させる。そして、これ解いて欲しかったら中国のね、統治に加われっていう、まあそういうようなですね、シナリオがあるのではないかということです。まあそういう時に海上封鎖、中国軍が海上封鎖しようとした時にうまくいくかうまくいかないか、この、 軍事シミュレーションをしてるんです。この、シンクタンクの結果は、いや両方あると。中国が失敗してね、海上封鎖できないパターンと、いやできてしまうパターンと、両方シミュレーション上あり得るということがレポートの 中身です。どういう状況かというと、ここにちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、鍵は C4ISR、 これは中国の軍のシステムで、潜水艦同士が連携するシステムらしいんですよ。まあ、潜水艦に限らず、中国の部隊というか、船とか潜水艦とか、それ以外の戦闘システムとかが一元的に、データ共有をして束になって動くというね、まあ、そういうシステムがあるらしいんですけども、当然アメリカ側としてはこのシステムをダウンさせる、無力化するってことをやるわけなんですが、このシステムが健全に動くと中国軍はかなり強く粘り強く戦えるらしいんですね。でこのシステムがダウンしてしまうとか、うまく機能しないってことになると、これは一隻一隻の潜水艦が自分たちの判断で動かなきゃいけないので、自分たちで見聞きした情報しか入んないわけですから、これはですね、力が制限されるわけですね。なのでこのね、 C4ISR というシステムが機能するか機能しないか、これによって、海上封鎖がうまくいくかいかないかが決まるというのが、このシンクタンクの結論でした。で中国の C4ISR がほぼ無傷だった場合、中国は意のままに敵の艦艇を狙えるので、アメリカなどの水上艦艇が100隻以上なくなり、中国の潜水艦は29隻損失失われるという計算で、中国が勝利ですね。でもしアメリカが介入して、中国軍の C4ISR これを機能させないというところまで持ち込めとったとすると、中国潜水艦が自律的に動く必要が出てきます。そうするとアメリカなどの水上艦は12隻失われ、中国の潜水艦は60隻失われるという、まあ、こういうですね、計算結果が出ています。よくね、船の数とか訓練とか、まあそれ以外にもいろいろな要素はあるわけなんですけども、中国のね、この軍事的なこう連携システムが機能するかしないか、これがですね、結構重要な要素を握るんじゃないかと、こういう分析結果です。そうね、通信戦ですよね。ですからサイバー攻撃なんかを仕掛けてシステムがダウンする。でダウンしたら当然向こうは復旧 していきますからね。だから例えば何時間ダウンなのか、何日ダウンなのか、もしくは一部だけダウンなのか、ダウンの仕方によって違うと思うんですけども、ただ中国だって当然サイバー攻撃などを受けてね、こういうシステムが機能しないようなね風に攻撃を受けることは想定の上ですからね、というわけでございます。まあちょっと興味深い分析だったので、ちょっと取り上げてみました。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。
本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。